氷川ワキヨシ、ショーパンから超美脚生息ショット披露し騒然世界一幸せ者です。歌手氷川ワキヨシ、47が12日までにインスタグラムを更新。ショーパンから伸びた超美脚を披露した。写真、ショーパンから伸びる超美脚規則。氷川は6日、47歳の誕生日を迎えたばかり。 心が通じるファミリーが側にいてくれて私は世界一幸せ者です深く感謝します。と記した。そしてギフトしてくれたジェラートピケのダックスパジャマに涙しと書き、ショートパンツのパジャマから美しいラインを描く、透き通るような肌の規則を出して座っているショットを公開した。他豪華なバースデーケーキや料理のショットもアップしている。氷川きよし47歳。 若々しいショーパン姿。心が通じるファミリーが側にいてくれて、と周囲への感謝綴る。歌手の氷川清が12日、自身のインスタグラムを更新。周囲への感謝を綴った。心が通じるファミリーが側にいてくれて私は世界一、幸せ者です。深く感謝します。ギフトしてくれたジェラートピケのダックスパジャマに涙し、と投稿。 誕生日ケーキやダックスフントのイラストがプリントされたパジャマでショートパンツ姿の写真などを掲載した。写真47歳でも若々しい。ショーパン姿もよく似合う氷川きよし。7日の投稿では6日に47歳の誕生日を迎えたことを報告し、黒のノースリーブ姿で加藤茶の妻でタレントの加藤綾ヤやヒコマロラと笑みを浮かべるショットを。 公開していた。氷川は2000年2月2日にシングル、箱根八里の半次郎でデビュー。長年、演歌界の記号プリンス記号として表舞台で活躍を続けてきたが、2023年1月から歌手活動を休止して休養期間に入っていた。今年4月に所属事務所から独立し、新事務所設立と活動再開を発表。 先月にデビュー25周年記念ツアーの初日公演を行い、1年8ヶ月ぶりにステージに復帰した。